あれ、大きい種類系のやつ育てるのに、その染色を横にするっていう技もなんか聞いたことあるんですけど。それは、あの、横にするのは、あの、はい、この縦じゃなくて。の洋室の長さが足りないとき横にするってことですよ。ああ。結局、あの、うん、メタリフェルとか、例えば、細赤系とか、直径よりも洋室が長くなるやつは横にして浮かさせるっていうやり方であって。はいはい。餌をすごい食うやつに対しては。はい。それは関係ないと思います。ちょっと横にしたから有効っていうわけじゃないですよ。容量がだって、大きいやつはだっていっぱい食べさせないといけないから、1100じゃ少ないじゃないですか、だって。だから余計大きくしたいときには1400が合ってるんですよ。わかりました。ちなみにちょっと今、顎が長い、ビソンの子って知ってます？ビセン。あ、はい。わかります。あれをこう、ちょっと今飼ってるんですけど、今マット。ビソンも全然1100で十分ですよ。はい。その、ビソンの子が、の場合も、洋室作らせるときに、こう横にした場合ちょっと引っかかるかもしれないから、あの、横にこうした方がいいのかなってちょっと今私思ったんですけど。え、本当に？そうなんだ。いや、考えたことない。そこまでじゃないか。ビソンの子ってだって大きさも7センチいかないぐらいでしょ、だって。そうです、そうです。あ、じゃあ大丈夫？それにサナギだって、サナギの時もヘラクレスとかみたいにずっとこうって伸びるわけじゃなくて、幅だって、なってるじゃないですか。あー、じゃあクワガタ。クワガタだってメタルヘルとかもこういう風になってるから。そうそうそう。ヘラクレスとかはこうだから、長さって、人工衛星に移したりしますけど。クワガタは全部こうです。こっか。こうだから。あ、そう全部じゃないな。パプキンとかはこれ曲がりますよね。YouTube で見れたのはここまで。続きは Facebook グループ月夜の記録園クワカブ広場で視聴ができます。クワカブ広場に会員登録すると明治医師派のクワカブ飼育相談室のフルバージョンの視聴はもちろん、リアルタイムで志保さんに質問ができちゃいます。そしてさらにですね、クワカブを買ったり売ったりあげたり交換することもできちゃうんです。イエーイ。クワカブファンとしても交流ができますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。月額640円です。詳しくは概要欄へ。